こんにちは、井上です、えー。そうですね、フランス語の中、えー、について話していきます。今もうと、もうちょっといいタイトルにすればよかったなって思ったんですけれど、まあでも、まずな何かっていうと、要するに、ね、あのフランス語の認証代名詞、二認証の認証代名詞の、えっ、ー、と、心証ってやつですよね。君君に当たるやつね、V に対して中って音ですよね。で、まあ、それが結構難しいですよねって話になって、まあ、実際そうだと思うんですけれど、あのー、この、 なんてうのかな発音っていうのが結構難しくて、でなんでだろうってう話をまあ簡単にしていこうと思うんですね。で別に、あの別になんてうのかな、発音をどこまで上達させたいとか、そういうところっていうのは全然人の好みによると思うんで、あのまあ、大して上達させたくないっていう人もいれば、ちゃんとどうさ上達させたいっていう人もいると思うんですけど、まあ、いずれにせよあの、仕組みを知っておく、特に、まあ、日本語と関連させて知っておくと結構楽なんじゃないかなと思ったんで、えー、話していきますとね。 で、その中の音っていうので、チュって音ですよね。それの音っていうのは、えー、ユニヴェリステとかユンみたいなものにも出てきますよね。で、これに関して言うと、まあ、日本語から考えるとわかりますよと。で、その前にね、なんで日本語から入るかっていうことなんですけれど、まあ、なかなかあの分かってもらえないんだなってちょっと思ったんで、簡単に説明すると、あの昔、 構造主義言語学っっていうのがあったんですよねでそれから考えると分かりやすいと思うんですよ。どういうことかっていうと、構造主義っていうのは、まあ、簡単にすごい大雑把に言うと、例えば日本語っていう体系があったとしたら、その中に例えば要素、構成要素があって、まあ、例えばし、死因と母音っていうのがありますよね。で、それに対して、構造、まあ、僕はなんか制約って言った方がいいんじゃないかなと思うんですけれど、そういうものが存在するってことなんですね。 で、なんかこれだけだと意味が当然わかんないと思うんで、もう少し詳しく見ていくとね、あの、日本語の音声には構造がありますよってことですね。でどういうことかっていうと、もう一回そこを見ていくと、まず日本語っていう体系があって、その体系を構成している要素があるんですけど、まあ大雑把に言うと、シーンと母音っていうのに分けられますと。ね。シーンと母音っていうのがありますよと。で、このシーンと母音っていう組み合わせがあるんだったら、理論的には、 えっと、死因母音と母音子音の両方が可能なはずですよね。なんでかっていうと、だって要素 A と B の組み合わせをするんだったら、AB と BA 両方存在するはずじゃないですか。で、実際、英語だったりすると、ね、例えば、えっって言って、その、it だったり、at みたいなのもそうですよね。死、え、因、ー、母音プラス子音の構造っていうのが、ね、 あの要するに例えば、死、えー、ンプラス母音だったら t とかそういうやつですよね。t っていうのに対して、あみたいなのとか、えー、みたいなのが存在するんで、英語だったら例えばこれ両方あるんですけれど、でも日本語は、まあ、皆さん分かるとおり、死ンと母音は OK なんですけれど、母音プラス死、ね、ンって組み合わせはないわけですよね。だから例えば僕らが発音すると、いっとっていう形で、ね、 本来英語にはない、ね、T の音の後に T の音の後に、えー、O をつけちゃって It っていう2つの音節の発音になってしまうと。っていうことは何かっていうと日本語っていうのはねあの確かに理論的には、ね、子音と母音から成り立ってるんだからね 二つ、もし例えば、シーンと母音を組み合わせ、シーンと母音が一個ずつあって、それを組み合わせるってことだけを考えた場合、実際はもっと複雑なんですけれど、話を単純化して進めるとね、そのシーンと母音っていうのを組み合わせるときは、理論的には、シーンと母音、母音とシーン、両方の組み合わせが可能なはずですよね。でも、日本語は母音とシーのみ可能っていう構造、まあ、制約があると。だこういうのがあるから、僕らは、 英語の発音で最後が死因で終わるのを習得するのが難しかったりすると、まあ、細かいことを話すと日本語でも例えばね「ん」で終わる時とかっていうのは死因、えー、で終わってるんですけれど、まあ、でも一般的なルールとして日本語っていうのは死因、えー、母音子音と母音っていう要素があって本来は、ね、それは A,、B、A と B を組み合わせるっていうの考えると分かるけど A、B と B 両方組み合わせが可能なはずなのに なぜか、日本語では、ね、その、子音と母音母音と子音の組み合わせのうち、なぜか、母音が、あ、これ、ちなみに、これ、あれ、れ逆に書いてますね。子音プラス母音の構造のみ可能っていうことになってますと。はい。っていうことですよね。で、こういう制約があるんですけど、じゃあ、さらにね、この中で母音ってのを見ていこうってことなんですね。で、日本語の母音の構造ってのを考えると、 あのこれね、あのちょっと今、唇をね、実際動かしたり、なんだったら指をね、あの口の中に入れてやってみるといいと思うんですよ。どういうことかっていうと、日本語っていうのは基本的には、唇が前に行くと、下が後ろ。で、唇が後ろに行くと、下が前っていう風うな、あのなんていうのかな、発音の取るようになってるんですね。で、それってどういうことかっていうと、こういう図で考えるとわかるけど、要するに日本語の母音をね、あの、なんていうのかな、 えと発生する時の,あの構成要素はまず、まあ、何個かあるけれど本当はね口の開けてる高さとかそれもあるけれどまずでも1つ重要なあ2つ重要な要素があって唇が前か後ろか、ね、または下が前か後ろかっていうのがあってでこれ本当だったら4パターン取りえるはずなんですけれど日本語だと 唇が前で下が後ろっていうパターンと唇が後ろで下が前っていうパターンしか取れないんですね。でちなみにあとあは前後「あ」は日本語ではね前後の区別をしないんで、えー、ここでは除いてますと。でだから多分ね「まあ、い」と「う」でやると分かりやすいんじゃないかなって思うけど「い」「う」「い」「う」みたいな感じで「い」「う」「い」「う」でやってやるとちょっとこう唇が あのまあ、すごい指を口の中に入れるとダメなんだけどちょっと軽く入れた程度だと「い」の時は、えー、と指が、えー、なんだ手に指にあ違うベロが指に触るけれど「う、えー」の時だと離れるっていう現象が確認できるんじゃないかなって思うんですねであと唇が前っていうのが分かりにくかったら唇が丸いって言ってもいいと思うんですよ、まあ、実際ここも細かいこと言うと日本語の「う」の音っていうのは そんんなななに唇丸くなってないんですけれどまあ一応ねちょっとここはその細かい要素を見てるとわかんなくなると思うんでまず大ざっぱに見た時に日本語の構造っていうのはね要素から考えると下唇が前唇があと下が前下が後ろっていう要素であるから要するに何ていうの,あの本来はだから4つのパターンが取り得るはずだけど日本語ではこの2つしか取れないってことなんですねでこれを踏まえた上でフランス語を見てもらうと 多分分かりやすくなるんですけれどフランス語だとさっきの唇が前唇が、えー、後ろっていうパターンに、ね、日本語ではなかった唇が前なんだけれど下も前だっていうパターンが出てくるんですよね、まあ、唇が前で下が後ろみたいなやつはこれはあれなんですよ「そのぬ」とかね「ね、お」ってやつですよね水っていう時に これは唇が前で、舌が後ろに行って、これは日本語と同じパターンだと。もちろんね、これはフランス語やったことある人だとわかるけれど、例えば、おっていう音に対してもね、おって音なのか、おって音なのかっていうのでね、ね狭いのか、ね、広いのかとか、いの音もそうですよね。いって音なのか、あ、じゃあ、いじゃない、えですよね。い、えって音なのかっていうのを、まあ、僕は別にそこは今別に発音しないんだけれどあの、一応そういうのがあるんですけれど、まあでもね、日本語と同じく、 唇が前に出たら、舌が後ろに行くパターンと、唇が後ろに行ったら、舌が前に来るパターンがあるけど、フランス語だと、ここでね、で、まあ、これが今回のチュとかね、あとあれですよね。あのフランス語だと、今回の,そのテーマであるチュって発音だったりとか、あとあれは、ウフっていうので、ね、あの、幸せってやつですよね。あの、音っていうのが、 何ていうのかなポイントになってくるんですよ。だから結局何でこの手の単語っていうのが発音が難しいかっていうと日本語にないパターンなんですね。で別にないって言われても実際は練習したらできると思うんですよ。なんでかっていうと結構長くなっちゃった。なんでかっていうとあれなんですねあ。だから日本語にも別に唇を前にする現象もあるし舌を前にする現象もあるんですよ。でもこれを一緒にするっていうのがないだけで実際は ね、別にできななくはないとで、まあ、もちろんそれはねあの実際にこの図を理解しちゃダメで実際に発音したりとかねフランス人に、えー、添削してもらう添削っていうかチェックしてもらうっていうのがもちろん重要なんだけどでも応にしてこのパターンでつまりなんで難しいかっていうと。 唇が前で、下が前に行ったっていうことが分かってないから、フランス人になんか添削してもらっても、それそれそれ、ああ、違う違う、うんうんうん、それ、じゃあ次行こうかみたいになって、次でも同じような間違いを繰り返すってパターンが多いからですよね。だからまあ簡単に説明しようと思ったんですけど、まあ、簡単にのはずがもう10分弱だっていうね。まあいいや、まとめます。日本語の構造っていうのは、あれですよね。 唇が前なら下後ろで唇が後なら下が前なんですよで唇前で下が前の音と唇が後で下が後の音っていうのはないわけですよねところが、えー、フランス語のチュとかねあとエフっていう音とかはこれは日本語にはない唇が前で下が前の音なんですねだからそこが変わってるから僕らからすると何ともつかみどころのない音のように感じてしまうと であとは使い、じゃあ、具体的な作り方をね、まず、まあ、その、やっぱり最終的にはフランス人にチェックしてもらうといいと思うんですけれど、まあ、でもその前の段階として、やっぱり、その、なんていうのかな、あの、日本語で、えー、っと、頭の中で一回、まず作っておくといいですよね。もちろん実際問題としては、ね、そ例えばう、う、うだって、日本語のうとフランス語のうっていうのはかなり違うから、自分がやってるのと違う時も、まあ、あると思うんですけれど、ただまあ、 そのやっぱり一応理屈が分かっておいて、であとはそのじ理屈を実践できているかどうかっていうのをフランス人にチェックしまった方がやりやすいと思うんで、まあ、簡単に説明すると、まずステップ1として唇を尖らして、うっていうふうに言いますよと。で、この時はだから日本語のね、普通にうっていうことをね、言ったらくあの唇が前に出るけれど、ベロは後ろに下がるわけですね。で、今度は、まあ、僕はこうやって話してるからあれなんだけど、自分でやる場合はまずうって言った後に、今度下を、 ベロを下の前歯の裏につけて、それで、うって音を出してもらうと。そうすると、チュっていう時のうって音になるはずなんですね。で、あとは、その、ベロをえ唇を前に出して、えかつその後に、その、なんていうのかな、あの、ベロを歯の裏にくっつけるっていう動作をやりながら、う、う、え、みたいにやっておくと、そのまま、うふって音の、えー、なんだ、 最初の口が大きく開いてる方が、えー、ってことですよね。あと、つまり、えー、ふっていうので、これやると難しいですね。あの、なんていうのかな。まあ、要するに、でも、最初の方は唇が大きく開いてて、えー、っと口が大きく開いてて、こう、あのね、えに、ー、なっては口が大きく開いてて、えー、ふで、うって閉まると、これは唇が閉まってるってことなんで、一応ね。まあ、だから、その後の細かいところは、またちょっと、気が向いたらね。 ややっていいくんでやらない可能性もあるんですけれどまあでもいずれにせよまずはその日本語にないパターンどういうパターンかっていうと下が前に出ててかつ唇も前に出てるあとはそこからだからそのね「ゆ」って音を作っちゃってその後に「え」「みたいな感じで縦に当てていててけばあん開けていけばいいんだなってのが分かるといいんじゃないかなと、まあ、むっちゃ長くなっちゃったはい失礼します